角切りのね玉ねぎとねパプリカがねポイントです。ほらどうですか皆さん、これ。はい、どうも料理のりさんりしです。はい、ということですね、今回ですねコラボ動画でございます。はい、今回ですねなんと大丈夫かっていう感じなんですけども、こちらのですねどういうとこから来ました、これスカルブ D さんのですねまつげ美容院ですね。僕がまつげめちゃめちゃあるかって言ったら、まあ、そんなでもないと思うんですけどもこの、美容液を使ってまつげ力アップするっていうのもあれなんですけども、まあそれと並行してですねまつげにいい食材を使ってめちゃめちゃ美味しくて簡単なレシピを作ってほしいっていう風に言われましたの で今回はですねまつげにいいのって何ですかっていうのをスカルプ D さんに教えてもらって、私がそれを実践するというですねそんなレシピ動画になっております。はい、いろいろヒアリングしまして、一番こうまつげにいいランチで食べれるようなサッとできる料理ですね、そのままですね納豆感パオライス、タンパク質豊富ですね、ものすごく美味しいレシピになっています。こちらをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ではですね、材料紹介いきたいと思います。まずね重要な食材からいきましょう。こちらの、3つでございます。納豆、卵、ごまですね。まつげってそもそも髪の毛と一緒なのでタンパク質が非常に重要だっていうことなんですね。なので、納豆、タンパク質が豊富な納豆と卵で、あとビタミン E もねすごくまつげにいいっていうような、お話みたいなので、このごまを使います。他の材料いきたいと思います。豚ひき肉ですね。はい、あと玉ねぎ、パプリカです。でこのパプリカもですね、できたらですね、赤ピーマンとか売ってたら赤ピーマン使ってください、こちらもねまつげに非常にいいっていう風に聞きましたので、なので、まあ、今回ねちょっと近くのスーパーに売ってなかったので、今回はパプリカにします。はい、大葉ですね、大葉5枚で、あと、鷹の爪、醤油、オイスターソース、白だしですねこれね、であと、ニンニクが1かけになります。はい、以上の食材でですねまつげにいいですね、最高に美味しい納豆ガパオライスっていうのを作っていきたいと思います。まつげ、にとてもいいですねレシピを、作る上で何が、重要か、やっぱりですねそれを作る時にですね、ドリンクもやはりまつげにいいものでないといけないと私思いまして、意識高い系なので今回はですねまつげにいいドリンクっていうのをですね僕なりに考えたまつげにいいドリンクやっていきたいと思います。ビールですね。はい、でここにトマトジュース、はい、同量ぐらいのね、そしてここで生卵です。生卵のタンパク質が非常にまつげにいいっていうふうに聞きましたので、こいつをまあ言うなればレッドアイですね、レッドアイに入れていきます。まあちょっと塩コショウをね、やっぱレッドアイですからね、はい、ホットソースですね、はい、よくステアして、僕は黄身崩した方が好きです。じゃあいただきます。うまっ。これねみんな知らないと思うけど、レッドアイに生卵マジで合いますから。じゃあ今回はこのまつげにお酒を飲みながらやっていきたいと思います。まずですね、材料刻んでいきます。ガパオって何かっていうとですね、ガパオっていうのはね、バジルのことなんですけども、僕はね、バジルがないので、同じシソ科の大葉を使っていきます。玉ねぎを切っていきますね。玉ねぎもこれたっぷりです。だからね、お野菜も取れちゃう。これは、こんな感じで。こんな感じで。あんまり、こう、細かく切らない。みじん切りじゃなくて、ちょっと角切りみたいにします。食感がいいのでね。こんな感じ。パプリカ、赤ピーマンある方は赤ピーマンの方がまつげにいいみたいなんですけども、種の部分をねちょっとね、取り除きます。こうこんな感じで切ってって、こいつも角切りにします。大体1センチぐらいの角切りがいいかな。こうやって、ね、彩りとお野菜を、ね、加えていきますね。そしたら香り付けのニンニクです。ちょっと粗みじんぐらい潰してからスライスすると粗みじんになりますんで、そしてここでタンパク質が取れるお酒を飲みます。卵入れるとすっごいまろやかになってうまいよこれ。バジルってね夏場しか売ってないんですよ。あんまりこれ通年と使えるですね、大葉こうやって、大体刻んで、これもなんかちょっと角っぽい感じでちょっと四角く刻みましょう。はい、こんな感じですね。もうここから炒めていく。それではですねフライパン用意しました。ここからはね、炒めて作っていきます。火かけてください。まず最初豚ひき肉を炒めていきます。塩コショウですね。ひき肉を炒めていきます。軽く焦げ目がつくぐらいまで炒めて、軽く炒めたらニンニクをまず入れます。で香りをつけます。あ
いい香りがしてきましたね、これね。このいい香りでね、肉の焼けた匂いで思います。次に肉、ニンニクが炒まって香りが出てきたら、このパプリカと玉ねぎもね、この同じタイミングでいいので入れちゃいます。ざく切りのね、玉ねぎとね、パプリカね、ポイントです。これを入れることによって食感がすごく楽しくなるんですよね。で、納豆も入れちゃいます。納豆、このタンパク質がね、まつげに作用するみたいなんでね。はい、納豆もね、炒めることによって粘り気が少なくなって食べやすくなりますので、白だし小さじ2杯ですね。はい、オイスターソース小さじ1杯。バファモナなんで白だしなんだっていう風に思われる方いらっしゃるかと思うんですけども、今回ね、和のテイストで作ってるんで、だしで味をつけてます。これがね、非常に合うんですよ。お醤油が小さじ半分、少しですね。で、鷹の爪もこの時点で入れます。全体的に炒めていく。火止めちゃってください。パラパラっと大葉です。はい、ちょっと卵を僕はすみません、冒頭でお酒使っちゃったんで、ちょっと新しい卵を用意します。本来はね、ガパオって目玉焼きを作ると思うんですけども、今回ね、フライパンいっぱいなのでレンジ使います。これぐらいの小さい器、水大さじ3入れます。卵1個あります。ここに爪楊枝で、まあ2、3個開けておいてもいいかな。はい、これで、電子レンジで大体ね、600ワット40秒ぐらいチンしてください。もうラップいりません。見てすっごい綺麗な半熟卵、温泉卵ですよこれね。このやり方ね、覚えておいてください。これ他のも利用できます。そしたらあったかいご飯を用意して盛り付けていきます。この納豆ガパを乗せていきます。和風の味付けがすっごい合うのよ。野菜とタンパク質すっごい取れますね、これね。さっきの温泉卵ですね、これね、ちょっと水は捨てました。で、これをここに乗っけると、どうですか皆さん、これビタミン E が、非常にまつげにいいと、言われております。ごまを振りかけます、ね、ちょっとね、ひねりながらやると、ね、香りが出ますんでね。最高にまつげに美味しい納豆かもね。完成です。はい、それではですね、できました。いただきたいと、いただきます。じゃあ皆さんいただきたいと思います。いただきます。うん、納豆1パック使ってるんですけども、全然その納豆臭さっていうの感じないですね。大葉の爽やかな香りと全てが一体になって、非常にアジアンな香りがします。うん、シンプルにめちゃめちゃうまい。この料理大好きなんですよ。あ、このね、半熟のさ、卵がいいよね、これね。このシャキシャキっとしたさ、角切りの野菜がすごくいいよね。これがすっごい食べ応えもあって、非常に栄養価の高い一品になってます。これだけで終わるのもさ、あれだからさ、今使っていいですか、これ。じゃあこれやっていきたいと思うんですけども、なんか鏡がないと難しいって言われたんですけども、うちちょっとあの男しかいないので手加減も持ってなかったので、鏡になるものを探したんですけども、この銀の盾がここが鏡になってるんで、 Google から怒らんないかな、 Google から怒らんないかな。え、めっちゃ見えるじゃんこれ。銀の盾でまつげ塗ってんの俺初めてだと思う。これ納豆ガパオライスも食べて、この美容液やったら俺ももうちょっとやろう、これこれ。ちょっとビフォーアフターですね。え、そんなにすぐ変わんないそんなすぐ変わんないでしょよやっていくから、これ動画見てる人は今後でわかると思う。多分これでまつげがもうピカッとなってたら、最近リュウさん目力すごいと思ったらもう完全に効果ありますね。皆さんぜひ納豆ガパオライスともども、ぜひやってみてください。